皆さんこんにちは、正尾です。正、えー、尾淳のレッツ話、今日は百回目です。まああの百回だからというわけではないんですけども、あさって七月二十二日に行われる、えー、平川忠明引退試合、コマバススタジアムで夕方五時から行われますけど、えー、その試合をより楽しむためにこれからあ平,平川忠明さんに対関してまあ長々と喋り続けます。のライブではないんですけど。 チャットでいただいた質問やご意見にはチャットでお答えできますんでどんどん寄せてください、えー。丸ごと平川忠明を語るということでですねあの今回の引退試合ではまちプログラムの特別号が発行されますふ、まあ、普段出てないのに特別号っていうのもなんですけど、えーまあ、その原稿を書き終えたばっかりでですねあの 平川さん本人からご家族ご両親から昔の仲間たちあの合計延べ8時間ぐらい取材を行わせていただきましたなので今回新たに平について知ったこともいっぱいありまして、えー、しゃべることはたっぷりありますけど、まあ、厳選してお伝えしますじゃまず、えー、仲間が語る平川忠明ということで写真をお願いします まあ平といえば小野伸二間違いなくもう100人いたら100人そういうと思うんですけどもあの子どもの頃からの親友で小野伸二君はさん付けだな小野さんは沼津電車でね沼津駅から清水駅まで JR で40分ぐらいかかるんですよでもしょっちゅう遊びに行ってたと。なんかサッカーで 試合するとかじゃなくて本当に平のところにしょっちゅう遊びに行ったということですね、まあ、小学生の時はその静岡県選抜小学生のそこで会って、まあ、初めて会ってからすぐ仲良くなったっていう話ですけどあの試合することもあるんですけどね清水選抜と沼津選抜沼津選抜なのかな。チームとしてはあの 清水の方が勝ってたみたいですけどえ個人としてはもうとにかく軍を抜いてたっていう小野さんですけどあのまあ彼になんて言うんでしょうね小野さんはえ平野子でいや僕平野のファンでした一番のファンでしたって言うんですよ。で平野に聞くといやもう憧れでしたと,えとてもかなわないというふうなことでですね お互いに本当にすごく相手をリスペクトしてえっていうのが分かるんですけどあ,あえて聞いてみましたあの小野さんに。じゃああ自分にになくててるものって何ですかそしたらうん考えてですねそのまあ自分は多分こう感覚でパッパッと物を言ったりやったりしたりするとこあるっていうんだと思うんですけど平はいろんな角度から物事を考えてで最後に 発言するでそれがまあ的確だということですよねだからあのパッと聞かれてパッと答える前にでもこういうのもあるんじゃないかっていろんな角度から考えてそのそれを見ることができるとでやっぱりその末に考えた発言なのでしっかりしてるというような話をしてましたまあそういうことがわかるというのがやっぱり親友ならではなのかもしれないですね。あのこのこ写真、えー リーグ優勝したあとなんですけどなかなかねやっと2人でなんか優勝したところを探したっていう感じだったんですけどあの平、えー、がなんて言うんでしょうこの引退試合で生涯生涯じゃないレッツにいる間17年間の間に13個のタイトルを取って。 自分の背番号の14個目をぜひ取りたいということでこの引退試合三菱重工カップという珍しいカップ戦になってるんですけどあのそれの、ね、14個目のタイトル平が取れるようにえ頑張りますと言ってました、まあ、あの小野選手が小野さんが琉球にいた頃 FC 琉球にいた頃あの今レッズで活躍している小泉芳雄選手もいまして。 まあ指定関係って失礼大げさですけど先輩後輩なんですけどあのそのこの前にだいぶ前ですねベゼーハさんだいぶ昔列にいたホペイロのベゼーハさんが亡くなってそのちょっと追悼文を書かせていただくときにやっぱり小野さんに電話して聞いたんですねでそのまあ追悼といてっ,て言っちゃなんですけどあの小泉選手頑張ってますよといやいやそんなもんじゃないですよまだまだこれからですよっていうふうに言ってたんですけどその後やっぱりさらにね 大活躍してるんですということで小泉選手にねあの小野さんこの引退会に来ますよってあ,のあんまり対戦したことないじゃないですか彼ら2人で聞いてみたんですけどあの、えー、小野さんのプレーに新司さんのプレーに見とれないようにしなくちゃと言ってました <laughs> まあそんなあ小野選手のプレーを久しぶりにまたあの生でね見られるのも楽しみかなと思います。 あの現役の選手あんまり聞いてないんですけど、福島は龍也選手。なぜ彼かというと、彼はあの平がえまあ一瞬って言ったら変ですけど、二ヶ月か三ヶ月レッツユースのコーチになったんですね。平は引退して、初めはレッツユースのコーチから始めるんだったんだから2019年の1月はユースのコーチだったんです。で,で、彼 福島,君福島選手は2018年に4月に高1でレッズースに入りましたから19年っていうと高1の3学期終わり頃なんですよだから本当に1年生の最後の2か月ぐらい平さんにお世話になりましたつってまあまだ現役と変わんないですからねその頃の平は <laughs> あのはあはすごくオーラがあったっていう話をしてましたけどで今はというとまあ 福島選手あまり試合に絡んでないですよねで平は試合の、えー、に絡まない選手メンバー入りしていない選手その日練習ありますからそれをまあ練習で見るとその時は平がメインでその練習を見るということでですねあの楽しみで楽しみっていうかあのその時はまたちょっと違う平のこうコーチングが見られるらしいです。あ,のであとエリートリーートグ まあ昔のサテライトリーグとちょっと似た感じですけどそれは監督という立場で平がベンチに座ってますからまたその時も違うという話を福島選手はしてましたですよで平はまあ多分引退試合では右でやるんじゃないかなとまあそうしたらあのマッチアップなんでねこれはちょっと楽しみだなという気がします え現役もう一人え西川修作選手ですねあのまあ西川選手って来たのって2015年あれああごめんなさい14年ですからえ平,川選手平,か平川選手時代がね15年からあまりで試合出なくなったんですよですから一緒にやった期間は1年ちょっとなんですけど一緒にやったって言うとまあ5年間あるんですかね えー、456785年間ありますけど試合に出てる時間はそれほど試合数は多くなかったと思うんですがあのやっぱりね思い出すのは2018年の4月7日仙台戦ですねまあ何かっていうとあの大月剛さんが暫定監督になって2試合目なんですけどホームに戻ってきてメンバーがらっと書いて平が久しぶりにね2年半ぶりぐらいですね えー、先発したんですよでやっぱりそ,のそんだけ長くやってなくてあの先発してなくて久しぶりに先発するっていうのはどこまでできるのかなって後ろでこう気になりながら見ていたっていうふうに周、えー、作選手は言ってましたけどあのやっぱりね終わってみると90分やったわけですけどさすがだなっていうその経験値すごいなっていう話をしてました。で2018年の 最後にレッツは天皇杯優勝して終わったんですけどもまあ平,平は出てなかったですがそのもうこの年で現役をやめるっていう最後の花道として優勝して送り出したいっていうまあ周作選手だけじゃなくてみんな思ってたんですけど特に彼はあのゴールキーパーコーチの土田久志さんが。 その年でそのゴールキーパーコーチを辞めてグラブスタッフになるという彼にとってやっぱりえ土田コーチもその花道として送り出したいというそういう気持ちがあったみたいですねまあ周りがね周作君が一緒にやってないレジェンドもいっぱい来るというので楽しみだと。本人言ってたんですけどもね 自分が大分出身だっていうことを知っている選手特に今年来たまあさっき言った小泉選手とか秋元選手とか西川周作の前のチームって言ったらもう広島っていうイメージなんですってでも大分出身彼は大分出身で大分でプロになったわけですけどそのことを知らない人もいるとだからそういう意味では2007年レッツが ACL 優勝した時のことを知らない選手もいるし。 い,いるよ、ね、まあもちろん知ってるのはいるけど生で感じてない選手もいるそういう時の選手が、えー、レジェンドが来る楽しみだって言ってました、はいえー、岡野正幸さんですこれはね2006年の天皇杯でガンバに攻められっぱなしだけど最後に1点取って優勝した時に永井選手に出したパスですね奇跡的に取れてました。 奇跡的っていうのは私が取ったんで奇跡的だったんですけどえ岡野さんと平はすごく仲がよくてですねまあ年はだいぶ10歳ぐらい違うんじゃないですかねえだけどもまあその前にあの小野伸二さんの友達っていう平がね友達っていうこともあってすぐ仲良くなったっていう話をしてましたで足の速いので有名じゃないですか岡野さんはただ一緒になった頃はもう30過ぎ32ぐらいかな だからあの平野のが速かったですよってうう言ってましたけど特にそのぐぐっと曲がっていくところが平はすごい速かったなと言ってましたまああの厳しい苦しいことも知ってるしそれから優勝の喜びも知ってるし指導者にはいいんじゃないかなというふうに言ってましたはい相変わらずのポーズでー森脇亮太さんですね、あのー 彼の,彼のエピソードとか、平に関して言うと、さっき言った2018年の仙台戦で先発して、でまあ、さすがに全部無理だろうなって、私見てたんですよ、あの平がね、90分やるのはね、まあ、そろそろ変わるんじゃないかなと思って、で、森脇選手はね、交代で出てきたんです、その時の交代2枚目だったんですよで。まだ1枚余ってるなと思ったら、彼、途中で肉離れしちゃって。 えー、3枚目の交代カードを彼が使っちゃったんです。で平もさすがにもう自分そろそろ交代かなと思ったら「森先変わっちゃうの?」じゃあ俺90やるの?」僕らも上から見てて「えじゃあこれ平90やるってことだよな」とかと思って見てましたからあのー、後で謝ったみたいなことを言ってました。えーまあ、本当にに彼彼もね一緒にプレーした時はこう前後ろ彼が 森脇選手が右のセンターバックで、平がほとんど右のウイングバックみたいな関係で、前、後ろだけど、非常に頼もしいという,ような話をしてました、はいえー、平川チームが勝って、ですね、まあ、平がカップあげるじゃないですか、その後彼が例のやつやるかどうかは、坪井圭介選手です。 まあ、あの同い年で一緒に、えー、大学卒で入ってきた選手ということで、まあ、あの18年の平野最後のセレモニーの時に花束を渡したシーンでもすごく思い出に残ってるんですが彼の方が、えー、1年遅く引退したんですよねであの引退した時はそんなにその解説とかあんまりやらないみたいに言ってたんですけどいやいや今すごくやってますよね。 でうままいびっくりしましたあのこんなに解説がうまいんだと本人に言ったらいやーまあ一生懸命やってるだけですけどって特に私があの坪井さんの解説でびっくりしたのは攻撃についてこんなに喋れる人なのかなといつもテレビ見て思うんですけど、まあ、本人に聞くと、まあ、要はあの守備側の立場に立ってこうされたら嫌だなっていうことを言ってるっていうようなことを言ってました。まあ、ででももそれ以外に、ね、勉強もしてるんですけど 本当にあの平と一緒にずっといてですねまあナビスコカップの2003年が初めて取ったあのタイトルですんで,でその時は坪井選手今でもここに傷ありますかね前半の終わりにエメルソン選手,ン選手と激突して出血までしちゃったというまあ平たちはその間その2人がね外に出て治療してる間9人で。 10分5分ぐらいもうとにかく必死でまだ1・0だったんで守ったっていうのもえ思い出に残ってますけどあの指導者っていうのは今思うとそのなんとなく分かるなと昔まだ彼らは若かった頃なんであんまりそのセカンドキャリアについて話したことなかったらしいんですけど指導者っていうのはその時は思ってなかったなっていう話を坪井さんはしてました。でも今思ううと本当にぴったりんじゃないかっていかてて話をしてましまね えさっき言った2003年のナビスコカップでカップを挙げている当時キャプテンだった内立秀樹さんですね、あのー、彼と平野の共通何かというとユニバーシアード優勝して翌年入ってきたっていうことですねまあ内館さんの方が6年ぐらい早いですね96年だから、えー、でこの年2003年オフト監督になったオフト監督になったら2002年ですけど2002年に えー、オフト監督になった時に内館選手はボランチに、まあ、コンバットって言い方変ですけど絶対ボランチの方がいいよみたいなことを言われてボランチになったんですその前は、えーまあ、右も左もどちらかとうと右の、えー、ウィングバックとかサイドバックやってたと思うんですよねだからそのままだとしたら平とライバルになってたわけですよただあの内館選手がボランチなんで一緒にまあ平は最初は左でしたけどもあの まあ、一緒に出てることとが多かったとで彼今アカデミーのにいるんですけどもあのそれに聞いたんですが、えー、平ラはさっき言った J エリートリーグその監督やってますからなかなかトップの選手だけではちょっとた人数足りないのでユースからやっぱり何人か出場させることが多いんですけどもあのユースの練習とかを平ラよく見に行くという話をしてもらいました。 そして、あぱあ、もう自分の撮った写真の中でこれがベスト3のうちのどれかぐらい入る月ですね、まあ、のこの後もあるんですけど永井雄一郎といえば皆さん誕生日はよくご存知だと思うんですバレンタインデーの2月14日で1979年の2月14日で平は1979年の5月10日 あの世間でよく言う79年組っていうもちろんあの小野選手もそうですけど他のチームにもいっぱいいるんですねで1979年9年度のね小学生って、えー、僕はその頃取材してたんですけど要は2002年ワールドカップ日本に招致しようというまだね公にはそれほどなってなかったと思うんですけどそういうサッカー協会の,その、まあ、予定もあったのでその時の日本代表強くなくちゃいけないということですごく 強化してたんです、ね、まあ僕そんなにあの全国のことまで詳しくなかったですけど小学生の日本代表っていうのを作って海外遠征したりしてました埼玉県からも確か1人か2人入ってたと思うんですけどで小野選手は入ってたんですね。で永井選手2月生まれなんで学年でいわゆる学年で言うとね1つ上なんです。だけどまあ同じ79年組ということで、えー、一緒にあの ケーキとかかなまあとにかく飲み会だったかもしれませんけどよくやってたみたいですあの坪井選手もだあの一緒に大学卒で入った5人はみんなそうですからねでそれプラス2006年に小野さんが戻ってきたりしてただ1学年上ということで平は長井さんっていうんですよもうおかしくないっちゃおかしくないですけど同い年で,でしかも3か月しか違わないわけですよね 平ってそういうい人なさん付けなんんんんでですす井ささ付けちなみに永井さんは今自分のチームで選手権コーチやってて A 級ライセンスを今取りに研修行ってるらしいんですね、まあ、B 級は取ってで、まあ、将来監督とあの S 級もねあの将来は考えてるみたいなんですけど本人に言わせるとその自分がその。 将来 J リーグの監督やりたいとかっていうことではなくてえ指導者のライセンスのための研修ってどんなことやるのかと B 級の時はこうだった A 級だと新しいことを学べるで S 級だとどんなことをまた教えてくれる教えてくれるっていうか学べるのかそれが楽しみで今やってるその職業としてどういうふうにしていくかまだそれほど考えてないみたいなことを言ってました。ででもまあ楽しみですよねあの 平ももちろんコーチとして将来監督っていうのも持ってるわけでえそういったかつての優勝メンバーがえーなんつうんですかもし平川監督ができた時にねそこの内閣の内閣っていうかスタッフの一員になってくれたら非常に面白いかなと思いますはいえ鈴木啓太さんこれはあのど何の写真かというと2011年のえ第33節 アウェあの残留争いをしてた時で33節ラスト前ですねこの試合に勝てば多分ほぼ残留だろうとあの最後負けても得失点差で絶対大丈夫だろうとただ引き分け以下だと下手するとっていうかかなり降格する可能性が高いまるでね決勝決勝よりもあれですね あの負けたら、えー、引き分け以下だと次に降格しちゃうかもしれないっていすごくプレッシャーのかかる試合で勝った直後ですもう喜びの表情このまんまなんですけどこっちの方にね平がいるんですだけどこの後の写真だと啓タさんの顔が消えちゃうんでこの写真にしました本当にあの2011年啓、えー、タさんキャプテンで、えー、平が副キャプテンでもういろんなことを、うん、相談して まあ、半分冗談でしょうけど16年間あ15年間かな一緒にやってて、えー、そのうちの半分分ぐらい喋ったというふうに言ってましたね一番喋ったシーズンだと言ってましたまああのー、彼は2015年いっぱいで引退して2017年に引退試合ありましたもう4年前ですけど、あのー、先輩ですよ引退試合の。 あの平川さんにあ,あ平に先輩として言うことはあったらまあとにかく90分いないとまずいからね主役がそれとゴール決めないとちょっとザワザワしてる来るから早めに決めた方がいいよってまあ確かにそうでしたねはいなのでえ楽しみですまたあの平の将来について言うとまあ監督っていうのは見たいけどもそれはちょっとどんなことするかっていうのはわからないけどそれよりも誰が コーチングスタッフになるのが楽しみだなみたいなことを言ってました、えー、次はですねその皆さんが、あのー、ほぼ口を揃えて言ってたんで逆に言わなかったあの ACL 準決勝第2戦2007年の ACL 準決勝第2戦、えー、そんなもいろは戦ですけど PK で決まりましたそのの人目のキッカーが 平だったとということでもうあれがもう誰に聞いても「平といえばあの PK シーン」ということだったんですね。まあ誰に聞いてもっていうか二十歳より若い人はほぼ知らないですから2007年のことってそういう意味での「の誰に聞いても」なんですけどえまあ多分これご覧の皆さんもこの話はもう絶対出るだろうなと思ったと思うんですけどあの時のレッツの PK キッカーの順番知ってますもう出ちゃってますけど えっとちょっとね想像して思い出してみてください実はもう平川のことだけ印象に残ってて知らないんじゃないかなと思うんでちょっと復習してみましょうあでもその前にごめんなさいそもそも PK 戦で平川が平が PK 蹴ったことあったのかなと思って一生懸命調べてみたんですよ。あの2004年のナビスコカップの決勝 PK 戦だったですよね FC 東京と。 で途中出場してたんで最後いたんですけど、えー、平蹴りませんでしたじゃあその年チャンピオンシップマリノスとこれどうだったかなと PK 戦だったんですけどこれは平先発してたんですけど途中交代しちゃったんでい,ないませんでしたから2006年の天皇杯丸亀でやった準々決勝の、えー、あごめんなさい間違えた2006年の天皇杯準々決勝最下でやった岩田戦です これ10 10人蹴ったのかな両方10人ずつただこれも先発して途中交代してたんでこの前までネッツでプロになってから平が PK 蹴ったことって誰も見たことなかったはずなんですねはいで、えー、戻ります順番はい最初がこの後ろ姿ばっかりですけどあ A ですです、はい最初が 最初がさっきのロブソン・ポンテ選手ですねはい決めました次がワシントン選手、えー、決めました3番目誰かというと阿部勇樹選手そして4番目が永井選手ですこれもう、えー、レッツ先蹴りですからでこの時まで、えー、レッツも4人決めそしてソンナム・イルハも3人決めてさあ4人目のソンナムの番 これを都筑亮太選手キーパーの都筑選手が、えー、見事に止めますこれボール上行って落ちてくるのを慌ててこうなんていうかもしかしたらヒッチかもしれないんで2回目のセーブというかしっかりとあの慌ててなんです、ね、失礼ですね <laughs> しっかりとあの枠を越える前に止めてという感じでしたで、えー、5人目の平が決めれば対あ5対3か あのその裏そんなんも蹴らないですからねというところで、えー、見事決めてもうあと走って戻ってきましたで次は、まあ、これだいぶ後ですけどもう団子になるわけですよ団子になりますけどこれ走ってるからボケてます、えー、永井選手もこっち行くのかなと思ったらはい永井選手だけ鈴木、えー、さんのところに行って、えー、というこの2人本当仲良かったですね えー、あの、で、みんなにこの時のことは大抵聞くんで、聞いたんですけど。まあ、ドキドキしたっていう人。もう、いや、もう間違いなく決めるだろうと信頼してた人とか、まあ。いろいろです。まあ、その話はちょっと街でプログラムに全部載せさせてもらいましたけど。皆さん、どういうふうに感じてましたかね。僕は、あの、平川選手のキック力っていうのはあると思ったんで。えー、それほどドキドキはしてなかったんですけど。実際、蹴ったのを見ると。 あの相手のキーパー見事に合ってたんでちょっと心配だったですねはいでさっき言いかけました。その後に実は PK 戦蹴ってましたで2008年の天皇杯の5回戦ですアウェーの丸亀であっ,った横浜 F ・マリノス戦なんですあれ0 2でリードされてたんですその後2点入れて2 2に追いついて延長でも点が入れなく PK 戦になりましたその時はえまず ポンテ選手が蹴りまして次写真あるかなあでポンテ選手が蹴って長井選手が蹴って梅崎選手が蹴ってヒラですちょっとボールセットするとこしかないかなと思ったらちゃんとありましたあの蹴ったとこもあるんですけどねちゃんと決めて帰ってくるこれ4人目ですヒラ5人目誰だと思います西澤義也選手なんですよえしっかり決めてますけどあの若手 2008年ですから入ってまだ2年目3年目かなえまあもう若手でもないですけどはいえ5人目まで決めたんですけどまあ残念ながらえ6人目で外れてしまって PK 負けで5回戦はい敗退とえまあラウンド16ってことかなこの次準々決勝ですから。ということでえ平野現役時代 PK 戦で蹴ったのは2回あるということが分かりました。 でそればっかりやっぱりねあのまあ、うん、意識がいくのはあれなんですけどゴールですね、えー、平野ゴールって皆さんあんまり印象ないかもしれないんですけどちょっと申し上げますねあの初ゴール初ゴールは、えー、2003年でした2003年のナビスコカップで優勝した後の、えー、次のリーグ戦、えー、ベルディ東京ベルディ戦ですねあの 5対1で勝った5点目でまあ,あの、ね、大量点の5点目なんで印象にはないかもしれませんけど本人にとっても初ゴールなんでね、はい、次が2004年2年後ですけどジェフセンでしたあのこれが4 0の4点目なんでやっぱり <laughs> 大量点、まあ本人そのこと言ったらいやそのゴール決める位置まで上がっていくのはやっぱりそのポジション的に難しいと。 バランスを取らななきゃいけないけしだから大量点でもうそれほどそのリスクないなという時にはゴール決めに上がっていくこともあるみたいな話をしてました次がこれよく分かんないでしょうけど2005年の7月6日のベルディ戦なんですねでこの時は7対0で勝ってるんですけどその6点目です田中達也選手が言ってるのは達也選手のの アシストじゃない直接じゃないんですけど、まあ、きっかけのパスを出したからですでこれ6点目なんですけど7点目、えー、これもゴールのシーンじゃないですよね <laughs> 6点目7点目決めるんですよでこれは、えー、やっぱり達也選手これは、えー、最初に達也選手がパスを出して次が次の長井選手がアシストという、まあ、この写真しかないの申し訳ないんで 最後間違いなく2点取ったとっいうところにここにあの平川53分59分ってえ間違いなく2点取った試合でしたその次えナビスコカップで唯一取った点が2006年のアウェーのえーアビスパ戦ですねえこれは3 1の2点目なんですけどもあのこの前の先制ゴール誰かというと小野信二選手 つまり小野伸二平川忠明アベックゴールってこれでこの試合だけなんですけどあのそういう試合でしたこれなんで手を挙げてるとしか取ってないの小野伸二さんが蹴った右のコーナーキックがそのまま入ったんでさすがに蹴るとこは取ってなかったということです次のゴール、えー、どっかよく分かんないですけど京都パープルさんが戦ですこれはですね珍しいと言っちゃいけないんですけど1対1からの勝ち越しゴールなんですね え前半のうちですけどあのすごく大事なゴールなんですけど終わってみたら5対1で勝ってたんでちょっとあのうずもれてしまったかもしれないですけど勝ち越しゴールを決めた次も勝ち越しゴールです。ジュビロ岩田戦え前半半でで折り返した後半平野ゴールで に勝ち越して最後にもう一回高原選手が入れて3対1で勝つんですけどそういうやっぱり貴重なゴールも決めていると次がですねこれ甲府戦なんですけど2011年2011年ちょっとさっき申し上げたように劣勢残留争いもしてましたからえその時のこれ0ゼ0で苦しい試合先制ゴールだったしかもあの試合って割と早い時期にゴールキーパーの,あの加藤信宏選手が。 退場になっちゃうんですねそんな苦しい中でこれは相手のクリアするボールに平川選手のスピードで詰めていってで平川選手の足に当たってこう跳ね返ったところなんですね。でたまたま全部取ってあったんで次がえこんな感じで,でさらにもう1枚でキーパーなかなか取りづらいですよねえで。でやって で苦しい試合であってしかもその、まあ、残留争い、まあ、まだそこまで行ってないです7月ですからただやっぱり勝たないと上に,いけ上になかなか上がれないなっていう状況の時の先制点だったんで非常に喜んでます、うん、かつこの1週間前1週間前じゃないのかなこれが7月23日で7月17日にあの、まあ、元ゼネラルマネージャーだった森隆由さんが亡くなってるんですよ。で平も おつ,やおつやかな、えー、に出て私もこの試合の時は思ってたんですけどなんせあのさっき言ったようにキーパー退場になってるわけで甲府のシュート14本レッズも11本放ってるんですけどやっぱり甲府かなり押してる中で甲府の点が入らなかったと最終的にはもう1点え柏木選手が決めて2対0で勝つんですけどまあよく点取らなかったなっ 森さんが守ってくれてたんじゃないかなというふうに僕は思ってましたはい次が、えー、これ鳥栖相手ですね覚えてる人いるかもしれませんね大雨の中だったんですけど、あのー、この試合これはあの、えーえー、と2点目なんですね平川選手、えー、レッ一1-0でこれで2-0なんですけどなんとまあ4点先取して4対0になってでそれから に 3, 対3点取られて4対3でやっと勝つというえ大味な試合でしたでえ次でこれね唯一ね平野がゴールして勝てなかった試合ですねまあさっきも言ったみたいに大量点の最後の方が多かったんですけど勝ち越しゴールなんかも決めてますこの試合 FC 東京戦アウェーなんですけど2014年えー とにかく点取ったり取ったり取られたりで、えー、平川選手は勝ち越しゴールですね。3、んあごめんなさい同点ゴールですね。2>, 2、3から 3, 3、3になる同点ゴールを決めました。あれこの前なかったかなこの次ってもうないあごめんなさい、これがゴールシーンですね。スライディングゴール。あの平川選手の家族に聞いたんですけど。 皆さん覚えてるゴールはっ言ったらお母さんはやっぱりあのさっきの ACL の PK 戦ゴールじゃないですね俺覚えてるシーンがあったらその試合を真っ先に上げたんですけど息子さん12歳かな2009年に生まれたのでそうですね良健くんっていうんですけど彼はこのゴールをすごく印象的だとお父さんの最後のゴールもあるかもしれませんけど これ2014年ですから5歳その頃じゃないと分かんないですよね多分初めてお父さんのゴールを認識したのがこの試合だったのかなとでこれさっき言ってないか平野最後のゴールなんですよそういう点で言うとあのそれを覚えててくれてすごくね嬉しかったなと思いましたえで最終的にはあのこの試合は4対4で引き分けてしまって。 ただある意味負けなしですね平がゴール決めると。えー、これはあの現在のコーチやっててたまたまですけどエリートリーグの監督として育、えー、てる写真ですけど、まあ、最後はちょっと時間の許す限り時間の許す限りっていうかデスバッチなんですけどあのこの写真をバックにお送りしますけど今言いました、えー、長男の良くん。えー お父さんと同じ5月生まれなんで今の12歳ですねで平って2008年9年特に9年か怪我が多くてえなかなかやっぱサッカー的にうまくいかなかったことがあったけどやっぱり家族ができてしかも子供ができてあのすごく癒されたというふうに言ってました特にね子供できてからなんて言うんでしょうね寝かしつけるのに。 そのいすするじゃないですかそうすると一緒に寝ちゃうとでまあお子さんは多分8時9時に寝るけど、まあ、平はお子さんもっと早いかまあ少し起きててそのまま寝ちゃうとそうすると、えー、深酒しなくなったとじゃあその前は深酒してたのかって話ですけどあの奥さんも飲まれると思うんで、えー、の外でじゃなくてね家でこう飲んでたと思うんですけど深酒もしなくなって早く寝てで朝早く起きてあの まあ練習の準備ができるあの家族ができて意識が変わるのも当然なんですけど生活のリズムも変わって、まあ、良くなったっ、まあ、そのために結婚したり子供作ったりするわけじゃないですけどあのメンタル的な、ね、支えも含めて本当に支えてもらったということを言われてました。えー、平とといえば男気という言葉が、ね、あの生ままれよよく聞きますよ、ね、であんまりねエピソードってよく知らないんですけど。 ヒラに聞いたら岡野さんがねそう言ったんんだとで岡野さんこそ男にあるんですけどその岡野さんが取材で「いやあヒラ」ってこれはモノマネしてますけど「ヒラは男にあるんですよ」なんていうことをねいろんなところで言うんでそういうイメージがねまあできたんじゃないかと。ただまああのえなんか女のサポーターばっかりにモテやがってって言われるよりはいいって言ってましたけどね、あ。のー 男のファンが増えたって言ってましたけど <laughs> まあどうなんですかただ本人が言うにはまあ世話例えばみんなで食事して遅くなってえー帰った時にみんなをタクシーに乗せてえあるいは自分が送ってったりしてっていうそのあと会計したりね自分がそういうところがあるからじゃないですかとあとまあ誘われたり断らなかったりとかっていう,うに言ってました。ただお母さん え清水にいらっしゃるお母さんに聞くと昔から仲間を守るっていうところがねありましたっていうふうにおっしゃってたんでやっぱり男気あるんですよねそれからやっぱりチームのことを考えてたっていうのはいろいろもうエピソード出てきますけど宇賀神選手がねこんなこと言ってましたいつ頃の話かちょっとわかんないんですけどあの食事してる時に宇賀いつまで俺にあの出させておくんだよとその試合にですよ。 でまあ、平も右主戦場で左もやる宇賀神選手ちと近うは左主戦場で右もやるタイプでしたけど、まあ、とにかくライバルですよある意味サイトということであのお前みたいな選手が追い越していかないとダメなんだよとチーム強くならないんだよと俺をずっと出たいけどやっぱ宇賀がそのみたいな選手がぐっと出てこなきゃダメなんだよという話をねされましたと。 その自分を追い越していけっていうのをねその言われたっていうんであ,あ平さんってそういう人なんだなっていうふうにえ思ったとただまあ,まあ俺もいつもあの負ける気はないけどなっていうふうに最後に言ったっていう,ふうにそういう話をしてましたええ現役やめてもう2年半ですね1920練習してますか準備してますかって話をしたんですけどまあ コーチでですすから動いてはいてるわけですよだからあの体重もね現役時代より絞れてるらしいんですけどでも <laughs> やっぱり 100m のコートでやらないじゃないですかほとんど。1人でやったりあとまあ少ない人数でボール回ししたりということでえそんなことしかやってなかったのでもしかしたら今オフですから仲間を募ってえ少し大きめのコートで練習してるかもしれないんですけど。 どんなな試合になるか、まあ、とにかく90分やってもらうとそれから来たレジェンドチームレッツが13個のタイトルも取ってきたんだよっていうのを皆さん改めて、えー、意識してほしいですただ、まあ、13個取った陰には、えー、もしかしたらそれ以上のね悔しい思いもあるのかもしれないってこともかみしめながらそして今年のレッツ未来のレッツも 見通しながらねこの引退試合を楽しんでもらいたいな私ねどうしようかと記者席でゆっくり見てようかただいろんな写真があった方がいいからカメラマンやらしてもらおうかなとやらしてくれるかどうかわかんないですけどはいえ思っていますスタジアムであるいは配信でお会いできたら楽しみですあとはマチ手プログラムは郵送でも買えますんで あの平野引退試合なんで平をね丸裸にしたつもりですしレッツの歴史もしっかりそこに載せたつもりですこれもぜひお読みいただければと思います今日は長々とありがとうございました